お願いします。お願いします。ますこんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。お元気そうです。お元気そうで。三十歳になった。なった。<laughs> そうだよね。<laughs> あれ、今三十。三十二の年。私が三十一の年、うん。誕生日になったもんね。なりました。 おめでとうごございますありがとうございますだから初めて会ったのは、うん、1516<歳>15年前に、ね、あら,あら人生の半分ぐらい前から知ってるんですね,ですねちょいちょいご一緒してで高校も一緒だし大学も一緒だし、うん、お仕事も舞台一緒で,そうです、ね、弾丸論破弾丸論破2回やりましたかね 僕の第一印象は綺麗な人がいると思ってでなんかツンとした役を見てた気がしててお会いする前にけどすっごい気さくにみんなと遊,、うん、遊ぶっていうか話したり普通の学生なんだなっていう親しみやすさがあって驚いた印象です、ね。 確かにあの時は一番人生で明るかったな <laughs> 高校1年生の時なんかめちゃめちゃ仲良かったよね生徒諸君のそうそうそうみんなと、ね、男,性男性人みんなうんそのドラマの時にいてまあおとなしそうな女の子だなっていう感じなんか本当にその東京にも出てきてないからなんかすごいビクビクしないから <laughs> 座ってた <laughs> そうだと思う 覚えてるなでもなんかそれこそ高校同じとこに行きますって話があったから割となんか話してましたよねうんね、うん、楽しい学校だよみたいなうん,うんなんか大学には行きたいなという漠然としたものがあってなんかこうまあもちろん役者一本で一生やっていきたいっていうのは 高でもなんか大学行けるのってこの本当高校卒業したタイミングしか実際行けないじゃんと思って、うんうん、だからなんか同年代のクリエイティブな友達が欲しくて、うん、クリエイティブといえば日芸でしょうみたいな感じで僕は日芸を選んだんだよね。うん、で写真学科だったんだけど。 その選択肢としては何かこうもちろんいろんな考え方あるとは思うけど例えば映画とか放送とかんかなと思って写真は割と一人でやるコンテンツかなって思ったからなんかこう休みがちになって迷惑とかかけたくもないしでもともと写真も好きだったからっていうことで僕は写真学科を選んで。 入学したんだよね。どんな感じで日芸受験しました?。やっぱ憧れの先輩がいるから。<laughs> えっと、そうですね。憧れの先輩が日芸に行かれたっていうのはありますけど。でもなんか相談してくれたよね。<laughs> 多分ね。そう、なんか周りで日芸に通ってる人に。に、ねね、僕ぐらいしかいなかったもんね。あと池松くんあー、そっか、そっか。もうちょうど大学入るぐらいの時に。ご一緒して、話聞いたりとか。うん、うそうなんだ。 うん、池松くん同すごいあ健そうそうそうあケンちゃん覚えてるよ。が多分高3の時に一緒でドラマが。うんで日芸の映画演技だから話聞いたりして映画演技だもんねそうでも私も漠然と大学は行っとこうっていう思いがあって賢かったしねなんか成績良かったもんね <laughs> はい頑張ってました。 本当そうで後から行くってなっても絶対なかなか行けないだろうなと思って、うん、じゃあ今受験チャレンジしようと思って、うん、でもなんか本当に興味ないことは勉強する意欲がなくてなかかるもう子供の時からそうで、うん、あそううでんだ興味ないことはなんかそれこそテストの点数取れなくても批判されても全然構いませんみたいなタイプで。うんうん だったたら好きなことやりたいしなんか芸能界入ったのも初めファッション誌のモデルからで、うん、でバラエティーやったりなんかちょっとアイドルっぽい歌やったりとかんか本当はお芝居女優として生きていきたいけどちょっとぐらついてる。 道を進んでるかもしれない、うん、と思ってその時に私は女優で生きていくんだみたいな事務所に対しても世間に対しても自分に対しても<ー>意思表示しようと思って<ー>その中でやっぱ日本で大学でそういうコースがあるっていうのが日芸の映画演技で、うん、っていう選び方。 映画というかまあ、うん、映像の演技と舞台のお芝居って、うん、なんか違うものとして捉えてるってこと？うん本質一緒だけど、あ本質一緒だけど違くない？どっちも本質一緒だけど違う<れ>と思ってる。ややるよね。時々やらせていただくことはある。うんやっぱなんか使う技術というか、うん、僕のイメージでは。 やっっててるスポーツ違うなっていうぐらい違ううううないいぐらのよそうね運動神経は運動神経必要だけど,だけど瞬発力でもほ本当に何か野球とサッカーぐらい専門的なやることが違うと僕は思っててなんかこう,うか映像の演技、うん、舞台の演技あと声,声の演技<ー>それぞれ違う種目のスポーツな感覚なんだよあとあの。 なんていうのキャラクターがもともとあるお芝居も違くないあー確かにあんまり映像でやらないけど本国結構や,、うん、やるじゃない原作ものあれはねでもなんか実は僕の中では、まあ、簡単っていう言葉が適してるかどうか分からないけど実はなんかこう<ー>そのまんまやればいいだけと思ってしまっていてそのまんまこうさ原作って絶対面白いわけ、うん、ヒットしてるからそうね で見たらその作品面白いから、うん、どこがいい部分かが見えてくるとねこのキャラクターはこういうところがいいよねとか、うんうん、この作品ってどういうところが愛されてるのやっていう部分をなんかそのまんま大切に演じてるだけかなっていう、うんうん、こいつこういう表情をよくするよなとか。でアニメがあったら声優さんの 喋、うん、り方とかはある程度絶対意識して寄せてあげないとこうなんか原作知ってて見てくれる人に最初に違和感抱かせちゃうとこうなんか入ってきそう入れなくなっちゃうからなんかこうお客さんのことを考えたらこうした方がいいよねっていうだけでやってる感じうんうん、うん、素敵ですいやいやいやなんかうまいにも種類がないですか 実は、うん、でもまず聞きたいね。ってかやっぱ好みって、ね、それは絶対あるね正解があるものじゃないしうん。なんかただでも私個人として思うのはやっぱその書かれている脚本戯曲、うん、書いた作り手の人の思いとか伝えたいものっていうものは最低限ちゃんとお客さんに伝えられる人。うんうんうん 私はちゃんとなんかまあまあ舞台が好きだから、うん、どんな難しい海外技力のセリフとかでもちゃんと分かりやすくお客さんに届けられる最低限の技術がある人をやっっぱ上手いなって思う、うんうん、意外となんかそのさこなれてくるとさ、うん、雑にしちゃいがちなところではあるからね。うん、確かに なんかさっき言ってたその基本の部分みたいなのがおご、うん、らずちゃんとしている人奢らずっていうのはめっちゃわかる。<laughs> そこに個性だったりが、うん、とか人隣みたいなのがついてきて、でもそのそういう人隣みたいな部分が出てる人うま、ん、いっていう人もいるじゃない。いやわかるわかるわかる。魅力的というか、本当、うん、好みですよ。好みですか。どう思います。 そうだろうな、お芝居うまい下手なんか下手じゃなきゃうまいんじゃないって思うかもしれない。<か> <laughs> そうだその通りだ。え逆に言えば下手は下手は？下手は、うん、いやそんなわかんない人だって自分も別にうまいとは思ってないですし、だけどなんかさなんだろうな、うんナチュラルじゃないというかなんかわかんないけど。うん 下手は下手じゃないだって見 <laughs> るからに <laughs> そうじゃなきゃみんな上手いじゃんだって、うん、スッと入ってくるんだから、うん、見てそう、ね、あこのキャラクターってこういうキャラクターなんだって思えればもうお上手なんじゃないですかねか、うん、そうですよねそうなんですよむず <laughs> むずいむずいよ <laughs>